どうもゴーです。本日もご視聴いただきありがとうございます。今ですね、セブ旅行の動画をちょこちょこ出させてもらってるんですけれども、ここらでね一旦休憩ということで、現地で買ってきたお土産、お菓子ばっかりなんですけれどもね、ちょっとね皆様にご紹介しながら食べてみたいと思います。この一番美味しそうなこれね、パパイヤの、パパイヤちゃうわ、なんかマンゴーや、マンゴー、マンゴー、うん、美味しいよ。うん、うん、うん、かなりおすすめなんで、これ見つけたら買ってみてください。ちなみにね、今回のお土産全部アヤラモールのスーパーで買ってきました。空港でもね、同じものよく似たもの売ってるんですけどね、ちょっと高かったんで、アヤラモールとかエスエムシティモールとか行った際にね買っておくのがいいと思います。結構安いんでね、そこ。はい、続きまして、このなんかチップスよね、香り的に。え、しょっぱい、甘じょっぱい朝ぶ、いただきます。うん、あ、美味しいね。美味しい、うん、ココナッツサブレのココナッツ3割増しみたいな、うん、濃いめね。続きまして、ココナッツつながりでこちら、なんかはね、こんな感じですね。ベビースター、うん、ココナッツ、ね、すごいドヤ顔で言われた。あ、美味しいね、やっぱりこれね、サクサクしてて。同じココナッツなんやけど、全然風味がまた別物として楽しめると思います。チョコレートって思ってたこれも、さっきのクラッカーみたいな感じかな、見えるかな、何に甘くて、うん、だけど、ダークビターチョコ、美味しい。これウイスキーとかに合いそうな味です。こちらのお菓子ね、はい、これはね、確かね、日本円で40円ぐらいやったと思うんですよね。一番普通のお菓子、食べずに今まで残してき、大事に残してきたウェルカムお菓子をとうとう食べれる時がやってきました。こんな感じですね、葉巻みたいな。コストコとかで売ってる、あんまり甘くない。はい、やってきました、ウベ、じゃん、紫芋、もう芋ですっていう感じでネットには書いてましたね。どんか、こんな感じですね。パントリーマークポケットに入れて座ったみたいな。味はすごく美味しい。ただ表面のしっとり感がカントリーマークちょっとカリッとしてて、中のお芋さんもすごく甘くて、まあ、チョコレートぐらい甘い、うん、めっちゃ美味しいよこれ、うん、意外に、うん、これちょっと癖になる、うん、これでだいたい25ペソで50円ぐらいで、まあ、もっといろんな味の種類があったり、もっと大きい余計梱包してるやつとかもあったんですけど、見た目のね評判の悪さで、奥様から一番小さいやつにしなさいと言われました。はい、というわけでね、お菓子は以上です。番外編としましてなんですけどね、うちの奥様が買ってきたお土産になります。これはこっちが正しいかな、こういうカバンにぶら下げるような形で、なんか結構ね、女の人みんなカバンにつけてて、うん、フィリピンの人は食事の前とかに手は、もちろん手を洗うんですけれども、消毒をする、文化らしくて、こういう持ち運び用の消毒ジェルとか、きれいにねするものがたくさんありました。おしぼりとか出てこないから、うん、そういうので消毒したりする、うん、みたいです。日本でもねこういうの流行ればいいんですけどね、もっと、はい、というわけで本日はセブで買ってきたお土産のお菓子食べてみました。これはほんまにめちゃくちゃ欲しいですね。ここともできたジッパー欲しいわ、うん、またこれで置いといてゆっくりで楽しみたいと思います。というわけで今回はちょっと休憩企画としまして、セブで買ってきたお土産のお菓子を食べてみたという簡単な動画でした。この後もねセブ旅行の動画もう少し続きますので、お付き合いいただければと思います。そしてセブ旅行の動画まだ見てないよという方いらっしゃいましたらね、概要欄の方にもね、リンク貼っときますので、そちらも見ていただければと思います。本日の動画は以上となります。この動画面白かったらグッドボタン、またチャンネル登録の方もねよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ゴーさんゴーさんゴーでした。
バーン。